どうも皆さん、おはこんばんにちは、麻生です。今日は背泳ぎのローリングの練習についてやっていきたいと思います。はい、というわけで今週も先週に続いて背泳ぎの練習をやってもらうわけなんですが、背泳ぎとクロールは共通している部分が結構いっぱいあります。ざっくり言うと一番似ているポイントは体の左右の面をローリングによって入れ替えて泳いでいくという部分です。クロールの時、バタフライとか平泳ぎの時にもこういう練習をやってもらうんですが、基本その腕を使うから体を回すことができるというのはあまり望ましい状態ではありません。たとえ腕を回していなかったとしても、ちゃんと自分の体をね、思い通りにローリングさせることができた方が、今ちょっと噛みましたねできた方が、よりストロークの効率をアップしやすいです。はい、あんまりこういう考え方を持ってる人はいないかもしれませんが、僕たちの考えでは足を動かすことによって地面を踏ん張るような役割というのを作ることができると考えておりまして、そのためにキックというのは非常に重要な役割を持っています。なので、キックだけでも体をしっかり操作すると。バタフライや平泳ぎなどでも腕を使わずにね、しっかりと呼吸ができるようにという練習をよくやってもらうのですが、今回はそれの背泳ぎバージョンですね。クロールは以前同じようなことを動画に上げているので、概要欄か画面の上の方にちょっと、リンク貼っておきますんで、興味のある方は、ぜひ見てみてください。お得情報満載の YouTube チャンネルメンバーシップの方も、大好評受付中でございますので、もしよろしければそちらの方も、概要欄から見ていただければと思います。じゃあ本編いってみましょう。どうぞ。ストロークの効率をより上げていくためには腕のかき方も当然大切にはなってきますが、体のローリングとしっかりと合わせるということが大切になっていきます。そこで今回練習していただくのは仰向けでのツイストキックになります。クロールの練習の時にやっていただいたことを仰向けで行っていきます。腕を回さなくても体をしっかりと向きを変えられるようにしていくというのが練習の目的になります。次にちょっと水中から見てみましょう。水中からの映像になります。ここで注目してもらいたいのは、体をいざ反対側の向きに回していこうとする際に足の蹴る向きですね、こちらに注目をしていただきたいと思います。クロールの時にも同じような話はしたのですが、今一度確認していきましょう。はい、この瞬間です。この場合で言うと左足がプールの水面の方に、そして右足は床の方に向かって蹴っていくことによって方向転換をするためのきっかけを作っているというわけです。反対側も同じようにやっていきます。こういう感じですね。この足の使い分けがしっかりとできるようになると、腕に頼らずとも体をローリングさせることができますので、よりストローク動作に力を加えることができるようになっていきます。動作の確認が終わったらステップアップして、まずは片手だけ回す背泳ぎから行っていきましょう。ここでもいつも言うようにいきなり両手では行わず、まず片手ずつ動作を確認してから両手で行うようにしてください。こちらも先ほどと同様水中の映像に切り替えていきます。映像切り替わりまして水中です。今左手を、ストローク動作しているわけなんですけれども、この腕をかくときに先ほど練習した足が使われているというのが映像から伝われば最高なんですが、はい、いかがでしょうか。ストロークをしようとする際に足でも方向転換をしっかりと行っていくことで、全身を連動させてストロークをしていくことができるというわけですね。はい、この瞬間です。先ほど同様足で向きを変えようとしているのがご覧いただいてお分かりいただけるかと思います。
左右両方の手の確認が終わったら、実際に両腕でストロークをしていきます。実際は背泳ぎを泳ぐ際も最高で足の数6回ぐらいに収まるようにしたいのですが、まずは回数は気にせず、しっかりと足の使い分けで体をローリングさせ、そこにストロークを合わせるというのをできるように練習していきましょう。今回のエピソードはここまでです。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。If you're tired of starting over, stop giving up.